リオピョンが 特別に来てくれました。あれ、あ、今リオピョンか、あれ、あ、来てくれました、こんにちは。リオピョンです、お久しぶり、お久しぶりだぴょん。え、なんか来た。ゆずきちさん、うちのエクスマ、まんつんつん、浴衣ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、ゆずきちさん、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。来年もよろしくね。というわけで、りおぴょんが来てくれたということで、高めツインテールもしてみました。今年最後の配信なのでね。もうね、リオはバタバタしてたんですよ、めちゃめちゃ。だってさ、メールも今日めっちゃ送ってるんですけど、メールもね、こう送りながら配信の準備もして、化粧もして、髪の毛もして、着替えてみたいな、めっちゃバタバタしてた、バタバタしてました。で、今日はね、なんと去年もだったんですけど、今日は特別に12月31日特別ということで、配信とかね、七並べとかツイッターとかはいつもの9時までなんですけど、モバメだけ、モバイルメールだけ深夜の1時まで送っていいみたいなので、配信が終わった後もたくさん送りたいと思います。そう、去年は深夜の2時までだったんですけど、今日は深夜の1時まで、深夜の1時までということで、よろしくお願いします。だから、9時以降にリオからメールが来ても驚かないでくださいね。え、なんでリオから来てるのみたいな、驚かないでね。リオからメールを送ります、今日は深夜の1時まで。というわけでですね、というわけで、なんかさ、今年もさ、いろいろありすぎて、その今年をね、振り返っていこうと思うんですけども、ちょっと最後にはほんのちょっとだけでも歌いたいなと思うので、そう、スペードは何か意味があるのですか。スペードあんまりない。これはコスプレのだからね、可愛いでしょ。ギフトありがとう。そう、今日はちょっと最後にも歌おうと思うので。でさ、今年のさ、振り返りってことでさ、ってことでメモはしてきたんですよ。メモはしてきたので、それを振り返りながらみんなと今年を振り返っていこうかなと思います。でもね、言うてね、ごめんね、準備が、あれで、言うて、もう1時間しかないんですよ。配信はね、今まで通り9時までしか配信ができないから。タワー1個見落としてない？え？本当ですか？昔から老人さんのタワー？どこに来てた？え、どこどこどこ？あ、来てる！昔からです、ごめんね、気づかなくて。一作様、まつんちゃん、ありがとう、浴衣はありがとうございます。昔からおじんさん、ごめん、気づかなくて、ありがとう、昔からおじんさん。
ルツン、ありがとうございます。教えてくれてありがとう。ごめんね、気づかなくて。ありがとうございます。ちょっと待ってよ。ギフトありがとう。というわけで今年を振り返っていこうの回です。今年を振り返っていこうです。はい、というわけで順番に1月から振り返っていこうと思います。そのまあ、月ごとにいろいろあったと思うんですけど、リオ的のなんか一番の出来事的なものを1月から振り返っていこうと思います。というわけで皆さんもぜひコメントで思い出をたくさん書いてください。というわけでまずは1月、じゃれん。1月は歌唱力、 AKB48 グループ歌唱力ナンバー決定戦の予選がありました。あ、主権さんありがとうございます。カメラリューです、フォローしてください。そうですね、歌唱力の予選がありました。1月はそう、そこで初出場でなんと決勝に進んだんですけども、嬉しい、嬉しいことに。そう、もう歌唱力は本当に、歌唱力最高だった、嬉しい。歌唱力は本当にもうずっと出たかったから、もう出れたこと自体が本当に嬉しかったんですよ。初見さんありがとうございます。カメラ流でぜひフォローしてください。そう、予選ではいい日旅立ちを歌ったんですけども雪解け、そう、いい日旅立ちを歌いました。そうで、なんか歌唱力のね予選の放送があったんですけど、その放送日のちょっと前ぐらいに収録をしたんですよ。収録して、でちょっと経ってから放送があって、そう、やばい、懐かしい、めっちゃ懐かしいな。そうなんです、ありました。で初出場でなんと、そのなんていうの、ね、2日間あったんですよ、放送が2日間あって、で STU は2日目に発表されたんですよ。2日目になんかこう流されてみたいな審査みたいなのがあって、でなんとその2日目自体でのなんていうの、その2日目だけの順位だとリオ2位だったんですよ。そう、池ちゃんさんが1位でリオが2位だったんですよね。で2日目だけの順位だとね、そう、2日目だけの順位だとなんと2位で、でそっから1日目と2日目両方合わせての順位だったら5位だったんですけども、そうなんです、もうめちゃめちゃ嬉しくて。そう、勝力予選もうなんていうの、夢みたいで、もう家で見てたんだけどめっちゃ嬉しくて飛び上がったもん。初見さんありがとうございます。カメラリューでぜひフォローしてください。続きまして2月、カニカニカニ、2月は、2月はね、フェスが2回あったりとか、うん、あ、間違えた。ちょっと待って、コメントが遠くてね見えないの。フェスが2回あったりとか、あとはオンライン話し会も2回あって、あとチェキ会もあったんですよ。チェキ会もあったり、あと放課後ホームルームもあったりして、すごいなんかファンの方とたくさんお話ししたりとか、ファンの方とね
会う機会が多かった2月でした。そう、どっちもいてありがとう。ハーフツイン？高めツインだよ。そうなんですよね。そうだからすごいあのファンの方とたくさんお話ししてきた1年だったなと思います。1年じゃない2月2月でした。ニル好きすぎて嬉しい、ありがとう。受験さんありがとうございます。カマラリュウです、フォローしてください。今ねリュウ一人なんですよ家に。メーナはいるんですけど一人で寂しいの。まあ置いといて置いといて、はい、続きましてほらありがとう。3月は AKB48 グループ歌唱力ナンバー決定戦決勝がありました。決勝がありました。決勝があったんです。もうあの大きなステージでリオ立って歌ったのみたいな、全然記憶になくて、記憶にないというかなんていうの、もうあっという間すぎて一瞬だったんですよ本当に。もうね全然ね覚えてない、なんかそう一瞬すぎて、一瞬すぎてもう本当にでその決勝でね見に行けて嬉しかった思い出、嬉しい。そう見に来てくれた方もねたくさんいて嬉しかった。受験さんありがとうございます。カメラリューです、ぜひフォローしてください。そうでもその1曲目に10回歌ったんですよ中森明菜さんの。10回歌ってでそこでなんと決勝、あ間違えた、決勝進出でファイナリストになったんですよ。嬉しいことに、もうなんかもう全然頭が追いついていけなくて、そう追いついていけなかったんですよ。だってさリオね、あの年齢的にそのファイナリストに進んだらその 2曲目が歌えるんですけど、その2曲目がなんとトップバッターだったんですよ年齢的にね。あの出れる時間の関係性でリオトップバッターでそのファイナリストになったみたいな喜びもあったけど、すごいあのすぐもうあ次トップバッターでどうしようどうしようみたいな感じで焦ってたから、なんかそのファイナリストになったことの喜びをまだ実感してないまま実感してないままあのトップバッターでエミさんの花鳥風月を歌ったんですけどもでも本当にこの時はあの体の状態がやばすぎてもう全然声も出なかったし、もう喉もやっちゃってたプラス急性中耳炎で耳も聞こえなくて音程も取れないしみたいな、もう最悪な状態だったんですよ。そう最悪な状態でこう2曲歌ったんですけど、でもそういうのも含めてこう経験だったなと思って、そう思い出です思い出ですね。それも続きまして4月はリクエストアワードと6周年コンサートがありました。そうあのリクアワはその ST48 自体が初めてなので、リクアワがね、だからすごい新鮮な感じでめちゃめちゃ楽しかった。でなんかリクアワはねあのステージがあるんですけど、ステージがあってこう階段があるんですけどね、階段後ろに2階とか階段があって、であの自分が出ない曲の時は階段とかで座ってこう盛り上げたいみたいな盛り上げたいみたいなのをするのがすごい楽しくて、そう
で、あの 2.5 期の曲をもらったじゃないですか。だからもしね、またいつかリクアワがあった時は 2.5 の曲もこう披露したいなっていう夢があります。夢がある。リクアワで 2.5 の曲を披露したい夢。スケンさんありがとうございます。カメラリューでぜひフォローしてください。めっちゃ見てました、ありがとうね。ニレをみんなの前で歌いたいです。で、6周年コンサートはそのリオはその5周年コンサートでお披露目があったから、その周年コンサートとしては2回目の周年コンサートで、そう、6周年は今のダンスの形ができた、見てて成長感じた、嬉しい、ありがとう。初見さんありがとうございます。カメラリオです、フォローしてください。そうなんですよね。だから本当にあの2回目の周年コンサート でその5周年コンサートの時はこうお披露目みたいな形だったから、こう出番の曲もね数曲で少なかったんですけど、その6周年コンサートはめちゃめちゃほぼ出演させていただいて、そう、主権さんありがとうございます。カメラリューです、フォローしてください。だからなんていうの、改めて ST48 になったんだなっていう実感が湧いた瞬間だったなって思います。そう、楽しかった6周年コンサート。続きまして5月、5月、メイですね、メイ、5月は FM シガさんがスタートしました。そう、あの FM シガさんっていうのはね、あのリオたち 2.5 期研究生がこうなんていうの、レギュラーみたいな、レギュラー担当か、担当させてもらってるあのラジオなんですけども、そう、ラジオです。そう、もうなんかラジオね楽しかったでもラジオはそのチリパとか他のラジオとかでは他の人がいるんだけど、その FM シガさんのラジオって、あの FM シガさんのラジオってね一人なんですよ。一人で話して台本読んでみたいな、でなんかいろいろ話してみたいなのがあって、すごい新しい経験にもなったし、一人でラジオってめっちゃ難しいなと思って、そう、だからもっと上手くなりたいなって思いました。ありがとう。そう、だからこれからもっともっと一人ラジオ頑張って成長していきたい。今日はいつも以上に可愛い、嬉しい。リアピョンでピョン、リアピョンでピョン。そう、滋賀県でね。あとは5月はリオがコロナになったんですよ多分、あれ合ってるよね。そう、5月はリオがコロナになって、もうねどん底に陥ったもうね悲しい時期でした。もう辛くて悲しい時期でした。試験さんありがとうございます。カメラリオです、ぜひフォローしてください。そう、コロナになって初めて、そう、それもね思い出です思い出ですで次6月、6月、リオ2の声話し方心地いい、癒されるし元気もらえます。え、嬉しいんだけど、多分嬉しいはい、6月はあのボーリング大会がありました。ボーリング大会、そう、ボーリング大会がありましたね。ボーリング大会、なんかそういうなんていうのイベントみたいながリオ初めてだったからすごい楽しくて、しかもねめっちゃファンの方と距離も近くて、そう、一緒に、そう、スペイベのねボーリング大会、そう、みんなと楽しくボーリングができました。
楽しかった。いやもう壊滅的な壊滅的にリオのボウリングの下手さが世に知れ渡ってしまったんですけどもスペイブ当たるかな。え、そうリオね、来年の1月のスペイブのことをみんなに告知するの忘れてて、すっかり忙しすぎて。だからみんな応募してくれたかめっちゃ不安っていう、まあ、急に話が変わったんですけど、まあボウリングがあったりとか、あとはまあね、ここにいろいろグッズとかも置いてあるんですけども、あれ、あれない、見当たらないんですけども、まあ、トップイエルネオトップイエルネオさんになんと個人でリオ一人でソロでこうインタビューさせていただいて、めちゃめちゃ嬉しかったです。なんかソロでインタビューみたいなのが多分このトップイエルネオさんが初めてぐらいな気がする。そう、トップイエルネオさんでソロインタビューを受けました。嬉しい。次、7月は研究生夏の瀬戸内ツアー2023の初日徳島がありました。ありました、ありました、ありました。そう、ありました。フォローありがとう。そう、ツアーの初日がありましたね、徳島。もうこのツアーでリオはすごい成長できた気がする。リオは特になんかそのツアーが開催されるって聞いた時はすごく嬉しくて、そのツアーって経験したことないからツアーができることがすごい嬉しくてめちゃめちゃワクワクしてたんですけど、その 2.5 期と3期ちゃんたちと3期ちゃんでみんな研究生でこう回っていくツアーだから、その初めて先輩っていう立場でこうステージに立つから、もうめちゃめちゃ緊張ももちろんあるし、不安とかプレッシャーとかすごいなんかいろんな気持ちがこうあって、そう、でもこのツアーでめちゃめちゃこういろんなファンの方々とたくさん出会えることができたし、いろんな県にもね行けてめっちゃ楽しかったし、その 2.5 の絆もね深まったりとか、3期ちゃんとも結構仲が深まったから、すごいいいツアーだったなと思いますそう、いいツアーでした。高松神戸の2日間は最高でした。嬉しい。そう、あれだよね、香川兵庫あれだよね、リオが、香川はリオが半分出演の時で兵庫は全部出演したんですけど、名刺、そう、名刺もねやったよね、名刺配りもしましたね。懐かしい。ちょっとあとはファイナリストライブ、 AKB48 グループ歌唱力ナンバー決定戦ファイナリストライブがありました。もう夢だった、もうファイナリストライブに出演できてもう幸せすぎてやばかったです。確か行きました。嬉しい、ありがとう。そう、もうファイナリストライブってその出演した先輩方がもう声を揃えて最高に楽しいって聞いてたから、すごい、あ、楽しいんだろうなと思ってすごいワクワクしながらステージに立ったら、もうそれなんていうの、予想以上の楽しさというか、そう、最高だった。最高すぎましたライブで見れたのよかったね、嬉しい。
最高の日になりました。初見さんありがとうございます。カメラリオです。ぜひフォローしてください。そうそう、夢見る少女じゃいられないよね、歌ったんですけどソロで、しかもトップバッターで、トップバッターに選んでいただいて、すごいそれも嬉しかったことだし、あとは普段他の48グループの先輩方とかと触れ合う機会 あったりとかするのもなかなかないから、すごいねめちゃめちゃ刺激をもらったし、こうたくさん吸収できました。あとは生バンド演奏でこう歌ったりするのもなかなかないし、あんなに大きなステージで歌うこともなかなかないと思うから、すごいめちゃめちゃ一生の思い出、一生の宝物になりました。そう、あとねオカリオシのみんなもねたくさん見に来てくれてて、現地に、そう、あとステージ花もねめちゃめちゃみんな綺麗なお花をたくさん送ってくれて嬉しかったです。そう、あれね、あの全部ね写真撮りたかったんですよ。めっちゃ綺麗で、みんなねこうね、いろいろ考えてお花をこうやってくれて送ってくれてめちゃめちゃ嬉しかった。でね、全部写真撮りたかったんだけど、あの撮れないですって言われて、あの時間がなくてね。花起こったぞ、ありがとう。そう、めちゃめちゃ嬉しかった、綺麗なお花を、嬉しすぎます。あのスクショというか、あの写真はね撮れなかったんだけど、あのツイッターで、今 X だけどツイッターであの送ってくれた方がこう載せてくれて、なんかこういうの送ったんだよみたいなの載せてくれたからめちゃめちゃ嬉しかった。どういうの送ってくれたのかも分かったし、全部スクショしてます。ありがとうございます。本当に続きまして、8月はツアー香川兵庫山口がありました。そう、3つ。初見さんありがとうございます。カメラリューです。ぜひフォローしてください。ツアー香川兵庫山口ありましたね。もうそのなんて言うんだろう、ツアーね、ツアーバリ楽しかったけん、それな、ほんと楽しかった。そのね、そのなんていうの、回を重ねるごとにこう成長できたというか、やっぱりその他の県に行けたことがすごいリオ嬉しくて、普段行けない県とかにも行けてめちゃめちゃ嬉しくて、そのこうリオたちが会いに行くみたいな、すごい嬉しかったです。ありがとう、みんな来てくれてめちゃめちゃ楽しかった。全部素敵な思い出です。全部素敵な思い出、めちゃめちゃ楽しすぎた。あとは ST48 のクラコンに初めて出演したのも8月、あのくだらないともそうなんですけど、 ST48 のクラコンに初めて出演したのも8月ですね。そう、クラコンはあの昔から見てたんですよ。昔からめっちゃ見てて、あの毎回録画してたりする番組だから、すごい出演できたのが嬉しくて、でなんか結構あのやらされることは結構あのなんていうの、難易度高めだし、あの難しいんですけど、でクラコンめっちゃ楽しいんですよ。あの収録してる時クラコンめっちゃ楽しくて、そうめっちゃ楽しい、くだらないともね楽しいし、イモツンね、イモツン競争、いつかリオも出たい。難易度高めそうなんですよ、難易度高めです。そうで、9月は
夏の、あ、研究生夏の瀬戸内ツアー2023の千秋楽広島がありました。もうね、あの景色は忘れない絶対。だってあの研究生だけで広島県民文化センターをパンパンに埋めたんですよ。そのくらいあのみんながこう見たいと思って来てくれたのがすっごい嬉しかったし、あのみんなのねペンライトとかもすっごい綺麗で、そう、もうめっちゃ楽しかった。泣きましたね泣きました。リオは本当にリオツンペンライトも見えましたか。もちろんもちろんです、もちろん見えました。嬉しい、すごい。改めてツアーでたくさんリオは成長できたなと思うし、そのファンの方とねたくさん会えたりとかたくさん楽しんだりして、すごいめちゃめちゃいいツアーだったなって感じますしかもさ、千秋楽さ盛り上がりやばかったんですよ。盛り上がりが半端なくてめっちゃ盛り上がって、もう感謝感激です、感謝感激。広島公演昼夜とも見に行った、嬉しい、ありがとうね。そう、昼夜満帆だったので、え、そうダブルアンコール、そうダブルアンコールもあったり、そうなんですよ。そう、表面張力ギリギリそう、表面張力とかもねできたり、めちゃめちゃ嬉しかったです。そう、最高、ありがとうみんな。そして10月、オクトーバーですね10月ですね。10月はまあリオの生誕祭ということで生誕祭で15歳になりました。生誕祭で15歳になって、あ、待って、9月、もう一個あった。9月はね、こちらガルストさんに乗らせていただきました。9月、ごめんちょっと飛んじゃったけど、ガルストさんになんとソロで掲載させていただきました。嬉しいそうで、このガルストさんがねめちゃめちゃいいんですよ。 いいっていうか、なんていうの、すごいたくさん乗らせていただいて、こう写りもいいしめっちゃいいんですよ。ガルストさんパラパラパラみたいな感じなんですけどもう本当にガルストさんまた乗りたい。ガルストさんめちゃめちゃ嬉しい。レアのリオが見れたね。そう、なんか自然体なねリオを見てもらうことができたなと思います。え、そう、ガチ私服、そう、全部自分で、服も自分の私服だし、メイクも髪の毛も全部自分でやりましたそう、このさ、話したことあるけどさ、ガルストの撮影があったのがこのファイナリストライブの次の日だったんですよ。だからそれもなんかすごい思い出思い出で、10月ね、生誕祭がありましたね。生誕祭、あとはニューウェイプロジェクトがスタートしました。スタートしたのが10月ですね。そのニューウェイプロジェクトって、そのリオツンが可愛くて大好き、リオも大好きそう言ってくれる、あなたが大好き。そう、ニューウェイプロジェクトがあったんですけども、そのオーディションの頃からお世話になってるニューウェイプロジェクトにまたお世話になるとは思ってなくてすごい嬉しかったですねそうで、なんとそのね、月1回の放課後音楽祭
もね発表されたりもあったんですけども、そのリオたちもサプライズで知って、そうサプライズで知ったんですよ。 YouTube のチャンネル登録者数1万人で正規生に昇格っていうのがね、もうリオびっくりしすぎて声が出なかったんですよ。みたいな感じでそう、もうびっくりして、でもなんて言うんだろう、そのみんなでずっと目指してきた昇格だったから、そのね今までツアーの千秋楽とか、まあ、いろんなところで逃してきた昇格をそのなんていうの見える形としてこう目指せるから、すごいやる気が出ました。さらに初見さんありがとうございます。岡村リオです、ぜひフォローしてください。ギフトありがとう。そうでね、今5400ぐらいなんですけども、うーん、リオツの来年の歌唱力が聞きたい。そうあればいいんですけどね、あったら絶対出ます。そう今5400ぐらいで、でも絶対にみんなで達成して昇格したい、昇格したい。皆さんこれからも応援よろしくお願いしますね入園プロジェクト。花はどこに送ればいいの？花？お花はね、なんかねタルボのね応援のやつなんですよ。そうタルボの応援のやつだから、見てみて。そうタルボでのね応援もたくさん、みんなありがとうございます。お花とかもね毎回素敵な綺麗なお花とか、あとメッセージとかもたくさん嬉しかったし、放課後音楽祭もすごい、普段歌わない80年代90年代の楽曲を歌えるから、すごいめちゃめちゃ新鮮な一面を見せれる機会だなと思ったし、そういい機会、放課後音楽祭、しかもさなんか路上ライブ的なのをさ利用したことなくって、結構夢だったんですよ路上ライブ的なそう路上ライブ的なの夢だったから、すごいできて嬉しかった。いい機会をたくさんもらってるね。そう嬉しいことに、そうそう。続きまして11月ノーメンバーだっけノーメンバーほらありがとう。ノーメンバーはユミリンさんの卒業コンサートがありました。ユミリンさんの卒業コンサート、そうですね、ユミリンさんの卒業コンサート、なんかグリーンアリーナに立つのは2回目だったんですけど、すごいまた違った景色で、しかもそのずっとね STU を引っ張ってきてくださったユミリーさんが卒業ってなった時は、本当にもう今でも実感してないんですよ。今でもユミリーさん卒業しちゃったのみたいな、なんか実感してなくて、でも本当にユミリーさんの全てがかっこよかったし、全てがなんか偉大というか、なんて言うんだろう、本当にかっこよくて憧れだし、そのユミリーさんが今まで作り上げてきてくださった ST48 を今度は自分たちがこう守って引き継いでいかなきゃいけないんだなと思って、そうだからそのリオたその自分たちにも自分たちに
任せても大丈夫ってユミリさんに思ってもらえるようにしたくて頑張りました。初見さんありがとうございます。カメラリオです。ぜひフォローしてください。そうですね。本当にあっという間でした。ユミリさんの卒業コンサートも。で、あとは新しく始まった僕の太陽公演の初日がありました。そう、僕の太陽公演、君は今僕の太陽、そう、僕の太陽公演もね始まりまして、本当にすごいすごい僕の太陽公演の瀬戸里めっちゃ好きなんですけど、リオめっちゃ好きだし、踊っててめっちゃ楽しいんですよ。僕の太陽公演ずっと楽しくて、この公演だから好きだから、これからねたくさんしていけたらいいなと思うし、明日の元旦も僕の太陽公演で2024年が始まるので、そうだからもっともっといい公演にしていけたらいいなと思います。でね、明日の元旦公演はいつもは8人での公演なんですけど、明日は研究生みんなだけど8人構成だから、こうなんていうの、まあ出たり出なかったりっていうのはあるんですけども、まあお楽しみにということで明日見に行く、ありがとう、嬉しい。最後12月ディセンバーはやっぱりクリスマスライブですね。クリスマスライブ。そう、明日島根の実家から駆けつけます。嬉しい、気をつけて来てね。そう、クリスマスライブも本当にあっという間で、その2日間クリスマスライブがあったんですけど、研究生のクリスマスライブと、あと2日目がスタジオでのライブで、どっちともめっちゃ楽しくてすごい盛り上がって、なんかさ、ファンの皆さんの盛り上がり方が尋常じゃなくてもうね、いつも以上に声が出てて楽しかった。クリスマスライブ楽しかったですね。いい締めくくりができたなと思いますね。めっちゃ盛り上がったよね。盛り上がりました。というわけで、あ、いつかのメリークリーム最高でした、ありがとう、嬉しい。そう、コールが DMM にもよく入るくらい入ってたの、すごい。というわけで今年も、今はね、そのなんていうの、リオがピックアップしてこうリオ的な出来事みたいなのを大まかに振り返っていったんですけども、他にもねたくさんフェスだったり公演だったりラジオだったりお話し会だったりコンサートだったりニューウェーブだったりいろいろあって、すごい本当に充実した一年だったなと思います。めちゃめちゃもう充実しすぎてましたねしかも去年に比べてお仕事の量も増えたし、毎日お仕事っていうのが続いてるので本当に嬉しいことだなと思うし、こう毎日充実してるのもやっぱりファンのみんなのね応援のおかげなので、ありがとうございますありがとうございます。そうですね、あ、じゃあ結構今35分なので55分に壇上読んで50分からスクショタイムなので、それまでにちょっとだけでもカラオケしたいなと思って。そう、でもね、みんなのね、みんなへのね感謝の気持ちもねちょっとしっかり伝えたいし伝えたいんだよね。だからカラオケを45までする10分間しかないけど、カラオケ45分までしてします
待って、でもね、いや歌う曲決めてないんですよ歌う曲決めてなくて、みんななんか歌ってほしい曲とかありますか？なんか今年の曲みたいな今年といえばこの曲ですよみたいな、なんかあるかな。リオツのダンス好きです。え、嬉しい、やったー、ありがとうございます。なんだろう、今年の曲といえば、どうする。え、そう、2レはね入ってないんですよね。やばい、迷ってたら時間ないよね。やばい、決めれない、待って青春のラップタイム。え、歌いたい曲ファイナリスト？え、待って、え、歌いたい曲がありすぎるじゃあ3曲歌う、3曲歌うね。確かに1番だけにしよう、1番だけにするわ。あ、そうだね、そうだね。あ、じゃあちょ、好きに歌うね。やばい、はい、はい、はい、急いで歌えますあ、いきます。待ってよ、行きます。待って、声出るか分かんないけど行くね。ギリギリさよならがいいなよ、強がって微笑んだ涙のダムが手食いする一番だけ涙の表面張力でした。え、待って、ちょっと待ってよ。あった。きます。忘れちゃうくらいの
何かな。待って、ごめん。あと2曲いきます。すいません、変なとこに当たってしまいました。いきます。大声ダイヤモンドでした。最後、最後の一曲いきますね。最後の一曲、え、待って、もしかしてない、あれ、え、ない、あれ、待って、歌いたかったのがないんだけど、え、待って、歌いたかったのがないよ。じゃあ最後はこれですね。これです。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ。ペダルこいで回って車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっともっと先へ。すいません。ありがとうございます。一番だけになっちゃったんですけども、ありがとうございます。というわけで、というわけで、というわけでですね、ちょっと皆さんに感謝を言いたいと思います。気まず、はい、そうですね。はい、もう今年は本当にあのファンの皆さんのおかげですごいいろんなことが経験できた1年だったし、すごいリオ的にもたくさん成長できた1年だったなと思います。それプラスたくさんのねファンの方と出会えることもできたし、たくさんみんなとね楽しい時間もたくさん作れたり、思い出もたくさん作れました。ありがとうございます。はい、まあ今年も辛いこともあったし、悲しいこともあったし、まあ悔しいこともあったし、まあジェットコースターな1年だったんですけども、あの2023年の岡村リオをね応援してくださったファンの皆さん、おかりよしの皆さんに本当に心から感謝してます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今年もめちゃめちゃ楽しい1年でした。もう来年はさらにさらにさらに楽しい幸せな一年にみんなとねしていけたらいいなと思うし、選抜センターの夢を叶えられるように頑張りたいと思います。頑張ります。はい、来年の明日から、まあ来年なんですけど、2024年もこの岡村リオを応援してくれたら嬉しいです。来年もよろしくお願いします。来年もぜひリオにあのついてきてくれたら
嬉しいですはい、リオと一緒に夢をね叶えましょう今年も本当にありがとうございました。ありがとう、みんな大好きだよ、大好き大好き。というわけで55分までスクショタイムします。スクショタイム、ちょっとみんなあのスクショタイムしようね、可愛くしてるから、うさぴょんだからね、イエイ。あのみんなを適当に適当にたくさん撮ってね。ありがとう。全身見たい、全身をね、写すのはね、難しいんだよね。むずっむずい。アップも、2023、え、合ってるこれ、ありがとう。可愛いですか？やったー。なんかこういうポーズしてほしいとかあったらぜひ。ツンツンして、あ、みんなおったと？うさぎ、うさぎ、うしゃぎポーズってないのか。うさぎツインテールポーズ、ツインテール、僕の好きな最強ツインテール、うさぎ年は終わっても来年も月から来てくださいね。わかりましたみんなが呼んでくれるなら。真顔ポーズ、あっかんべ、ありがとう、ギフトもありがとうございます。人参食べるポーズ、人参、人参ここにあるよ、人参、人参、
来年もよろしくね、ポーズよろしくね、よろしくねよろしくね好きに変わって足をきよ、足をきよ、全力プク顔、プク顔、ありがとう、あ、55分ありがとう、教えてくれて。それでは今年最後の壇上を読みたいと思います。壇上を読みたいと思います。いきますね。13位、レオタンさん、ありがとうございます。12位、ビリーさん、ありがとうございます。11位、ラクラクさん、ありがとうございます。10位、ゆうきあきたさん、ありがとうございます。9位、よしこっこくんさん、ありがとうございます。8位、カープズキーシくんさん、ありがとうございます。7位、名前がない方、ありがとうございます。6位、チャカさん、ありがとうございます。5位、あやさん、ありがとうございます。4位、沢本龍二さん、ありがとうございます。2位、あれ、3位、昔からおじんさん、ありがとうございます。2位、ボビーさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 ドありがとうございます。皆様ありがとうございます。1位、ゆずきちさん、ありがとうございます。皆様今年最後の配信ありがとうございました。来年はりおちゃんの頑張りが報われますように。ありがとう、ありがとう。タワーもね、ありがとうございます。皆さん嬉しい。今年もりおのおかげで楽しみました。来年もよろしくね。ありがとう、ありがとうございます。はい、それではもう2023年が終わってしまうんですけども、まだ終わらないけど、終わってしまうんですけども、来年は選抜入れるようにまずは頑張ります。絶対叶えます。でもみんなのね、力が必要なので、必要です。なので来年もリオの応援よろしくお願いします。ぜひ一緒に叶えてほしいです。よろしくお願いします。そうですね、来年は勝負の年なので頑張ります。勝負ありがとう皆さん。それでは2023年本当にありがとうございました。良いお年を。みんな